台風10号の影響で大分自動車道の岐阜岳パーキングエリア付近に大量の土砂が流れ込み、ヒジジャンクションから湯フ院イ,インターまでの間は上下線とも通行止めとなっていました。土砂の撤去を終えたことから、ネクスコ西日本は今日午後5時で通行止めを解除しました。下り線は完全復旧しましたが、上り線は1車線のみ通行できます。 一方、乗り面の崩壊で通行止めが続く東九州自動車道の臼杵インターと津久美インターの間については解除の見通しは立っていません。